かさ、俺さ、後々にカナエからさ、いやたまたまだよって言われて、ちょうどその時そのタイミングだったって言われるんだけどさ、毎回話してさ、ご飯食べるって言ってご飯作ってる時さ、毎回オムライス作ってた時あったよね。いやだから、うん、ちょっとまだめんどくさい、ご飯めんどくさい、料理めんどくさいの時間あるじゃん。はいはい。疲れてるとか、そういう時に作られるのがオムライスなのよ、もう。まかないみたいなもん。いやだって、それ結構俺と話す時めんどくせえって思ってるってことなの。違う違う。言い方悪い、それは。違う違う違う。ちゃんと食べる時は、配信終わりとかさ、はいはいはい、起きてすぐとかさ、うん、ね、うん、その時間ってちょっとめんどくさいな、いろいろ。うん、俺と話すなよ、じゃあマジで。いや違う違う。うん、なんかナスちゃんと話したいんだって。なんか結構なんかよくわかんないのがさ、みんな聞いて、なんか急になんか、うん、もしもし、なるせ、うん、つって20分ぐらいなんか、うん、みたいな、俺の話一言も聞かないで、なんかずっと携帯触ってんだろうなっていう時に、20分後ぐらいに、ちょっと行くわって言って、なんかいなくなるの何あれ。一旦やっぱ奈良瀬ちゃんにさ、電話しなきゃ試しがあるかなって。行くわって何意味わからん。寂しいじゃん、だって。うん、僕あの配信に身を捧げてるから、配信以外の時間は一緒にいてあげたいなって思う。俺を何だと思ってんの。だからさいやいやいや、言うけどいいよ。寂しかった初だから。いやいや、全然全然全然ごめん。大丈夫大丈夫大丈夫、本当に寂しいを目指してごめん。いや全然全然、いや毎回急に電話かかってきて一言目それだけど、寂しい思いしてない俺。ごめんよ。いやだから違う違う、すっげえ思い込みなんだよな、怖い。お、そばにいる。うんうんうん、違う違う違う。そんなさ、ごめんね、寂しい思いさせて。カナエが寂しいだけじゃないのそれ。いやいや、僕は平気よ、全然。なんかソラルさんとかにもそれしてるよね。なんか、うん、なんかソラルごめんね、ソラルさんごめんねみたいな、なんかあの言ってるよね。何あれ。だからあれもあのそうやって言うとなんか僕がさまるであれみたいじゃん。あのね、まるであれなんだよ。違くて、あれも急にソラルさんが求めてるから。あ、そうなんだ。そう、あれもそうよ、サラさんが僕のこと求めてたから。はいはい、そうっす。僕誰かのものじゃない、みんなのものだからさ。はい、よいしょ。はぁ、何やってんの。終わった。終わった、全部。カナエのターン終わった。満足してる今。よかった。ふぅ、何やる。お風呂入ろうかな、じゃあ。おい。はあ、ありがとうね、ベイビー。